よし、はるかで。さあ、はるか VS かける。今回結構パート取れると思う。パート10ぐらいまでいきそう。確かに。うん。あとはハイライト。またチューニズムのボス戦と一緒に織り交ぜて。どうしよっかな。どうしようかと思った危なかった選手チャル。なぜチャルはあのコンボはできないんだな。指が絡まっちゃう。ガードが硬すぎて当たらない。みたいなホーミングしないからまだガードが。あの子やばい本当に。